Perfume Lux starring Perfume。たくさんの生徒からの依頼、台湾ツアーパフュームフェス2014の出演アーティストを研究せよ。皆さん、こんばんは。くしゆかです。どっちです。あーちゃんです。3人合わせて、パフュームです。よろしくお願いします。昨年、私たち発案のもと行われた台湾ツアー。なんと、今年も開催が決定しました。やったー、ありがとうございます。やったー。しかも今回は、東京、広島、静岡、石川、香川、鹿児島、そして韓国、こちら規模も拡大しております。そうですね、初めて行くところもあるね。あります。私たち自身初めて行かせてもらうライブさせてもらうところもありますね、うん、鹿児島なんか私そうですよ ね。そうだね。で、まあ、前回は3カ所で、うん、で3組と、うん、2 days ずつやらせてもらったんですけど、はいはい、今回はもう1 day だけっていう人たちがたくさんで、うんうん、メンバー決めるの楽しかったよね。楽しかった。もう毎年のことにしようっていうのは、うん、去年から決めてたので、うん、今年どうするみたいな、もう去年からかやってたけど、うん、どうするどうするって、うん、またいっぱい名前を書いて、うんうん、この人はこの人はみたいな。夢あるよね、あの紙。楽しいね、そこ。あれすごい夢あったよね。ニヤニヤしながらダメ元で言ってみるみたいな。ただの夢だったよね。いや、それで、まあ、今回こう縁があった方たちが決まりまして、はい、今夜は Perfume Fest 2014の台湾アーティスト紹介していきたいと思います。はい、はい、最高。続いて4月7日月曜日、石川本田の森ホールはライブスター。いやー、だって、うん、一番最初にPerfumeを、うん、こう世間に発表してくれた人ですよ。そうだね、かっこいいっていう、かっこいいって言ってくれたのは歌丸、うん、さんだね。そう、アイドルの最後の砦だって言ってたよね。なんかこう最後の希望で、Perfumeがダメならもうダメだみたいに言ってたんだよ。うわー、それからたくさん出ましたよ、うん、もうね、これタートルネックで隠れてますが、ここ全部鳥肌です。今ゾワゾワ、今あの鎖骨のあたりから首のこの辺まで今もう鳥肌です、ね、見えてないでしょうけど、はい、感謝の気持ちをね改めて伝えるのもそうですが、うん、ね、もう本当にでもライブめっちゃかっこいいよね、うん、そこも見てほしいね。どうやってコラボするかだね。ほんと、ね、ブンチキバンチキ言うかこちらもブンチキバンチキ、うん、当日楽しみに、ね、楽しみですね。はい、はい、では続いてこちらも楽しみにしていただきたいと思います。あとですね、そうだな、今週もその発表になった件といえばですよ、パフュームですよね。パフュームが前からの台湾ツアーみたいな前ね、一回やったんですね、前の流れで。で、その時も俺ちょろっと思ったんですよ。あーと、まあね、それはそうですよねと、ここにまあよ、僕が呼ばれるってこともそれはおかしいですしねと、これはまあ思ってたわけで、てかそのパフュームに関する僕のね、そのスタンス、まあ最初の一から話しておきますとね、ご存じない方もいらっしゃると思いますね。まあ、一番早くから応援してた一人ではあるんですよ。はい。早くからずっともう応援し続けたし、なんならこの番組を要するに始めるに至るきっかけは、あれですよ。だから、小西さんのさ、なんだっけ、キラキラの前にやってた番組、あそこにお邪魔して、小西克也さんのさ、まあ、ストリームですよ。そう、ストリーム忘れちゃってもうね、ストリームお邪魔して、パフュームっていうのが素晴らしいんですよ、なんて話をして、それが、ある意味、こう TBS ラジオ、おしゃべり、こう、させていただくきっかけもなったっていうのなんで、まあ、まあ、昔からファンだし、まあ、非常にこう、なんていうのかな、僕が、もすごく恩義があるというか、まあ、そういうグループです、まあ、でそうこうするうちにパフューム皆さんご存知の通り大ブレイクして、もう今はもうブレイク期も過ぎても完全にもう一種ね、立ち位置をもう確立したというか、揺るぎないね、本当にドーム2日間なんてやってね、すごいグループになってしまいました。で、この番組にも何度か出ていただいて、例えばその最初のベストアルバムの次の、ゲームっていうね、そのアルバムが出た時にそれがオリコンで何位になるか1位取れるのかみたいな話で1位取って俺が泣くっていうね、そんな回もやりましたし、なんだけどその時も見ましたけど、まあその彼女たちもどんどん成功してきて、まあ大人にもなってきてるし、その時に僕、彼女たちに僕言いましたよね、もうそろそろ距離を置こうと思う、うん、俺たち別れようみたいな、まあそんなこと言ってはぁみたいなのね、反応されたりしてましたけど、まあ、なんていうの、ほら
初期から応援してるからどうこうとかそんなこといつまで言っててもっていう、だからまあ掟さん、掟ポルシェさん初期から応援してるね、人あの掟さんとも言ってたんですよ、俺たちは少しずつ少しずつ関係を絶っていくぐらいでちょうどいいのだなんてことをね、まあでもたまにね番組に来ていただいて、あのカバン特集っていうよくわかんない特集ね来ていただきましたよね、伊賀大輔さんとパフュームっていうね組み合わせで、まあそうこうするうちにそのパフュームのその対バンツアーの第2弾シリーズがこの度その発表されて、なんとそのラインナップの中にパフュームとライムスターというのが入っていたという話でございますね。他はまあマキシマムザホルモン、マキシマムザホルモンは前もやったりしてたのかな、あとナインとかね、お妹さんですよ、あーちゃんのね、チャーホンがいる、ナインさんとかですね、高橋優くんとか、ナインミリパラベランブレッドとかですね、みたいなことなんですけど、あとリップスライムとかスカパラとかあるんだけど、ライムスターがその中にラインナップされているということなんですね。しかもあとこの対バンツアーはその、まあ、僕らいつもこの間そのデボベと対バンしたりとか、そういうソイランドピンプセッションズと対バンした時、毎回その要はそれ用のセッションみたいなのをやるじゃないですか。でこのパフュームのこの対バンシリーズもその毎回セッションみたいなのをやるんだって、その2組のなんとか、これ俺らどうしようかなっていうのがね、ちょっと考えどこですよね。ちょっとどうやってやるのかわかんない、考えなきゃいけない。でもパフュームもラップ曲あるわけですからね、五七五なんてあったりしますしね、どうやってやるのかな。でもパフュームとライムスターの曲のマッシュアップなんかもあったりするわけだからね、できなかないよね。あとまあファンク調の曲もあるわけだからね、ナチュラルにこうしてみたいなラップしやすいような曲もあるしね、ナチュラルにラップするのかな、わかんないけど、わかんないわかんない、ちょっとわかんないけど、なんかそういうのもあったりしますので、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。日程はなんと4月7日月曜日、石川県金沢市本田の森ホールね、土平日、石川県金沢、これですよ、なんだけどこれは分かってる人はここにドスンと来るでしょうから、チケット、どういう風になってるの、チケットが一般発売日が2014年3月1日ということなんでね、皆さん、まあ、いろいろな他の対バンの方でどれもいいと思いますけど、まあ、この番組聞いてて、パフュームも好きでっていう人は、もう、これはもう、はっきり言って、会社休めと。これはもう自信を持って言わせていただきます。会社休むべき。べき。休むべき。はい。みたいな感じで、ぜひぜひちょっとこちらも来ていただき、で、要するにその、ライムスターの日だけチケット売れなかったなんて言ったら、パフュームにね、これちょっと申し訳立ちませんのでね、よろしくお願いしますよ、本当に。お願いしますよ、本当に。誰に対するあれなんだ。はい。ということで、じゃあちょっと久々に、パフューム曲でも書けようかなとね。あんまり最近この番組でね、書ける機会もね、やっぱほら、別れようっていうこと言った手前ね。昨年10月にリリースされましたパフュームのアルバム、レベル3。これは素晴らしかったですね。毎回、パフュームってその、中田康隆さんでもちろんプロデュースで、まあ一貫したそのコンセプトあるんだけど、前回の JPN とまたコンセプトね、ガラッとこう変えてさ、毎回結構意外とコンセプト変わって、そしてまたそのなんていうかな、次々と高いレベルをね、今回もその完全にネクストレベル入ったなというような、作品だったと思いますが、その中でアルバム収録曲で僕が、結構好きな感じの曲をかけようかなと思っております。パフュームでクロックワークということで、パフューム、アルバムレベル3からクロックワークをお聴きいただきました。4月7日月曜日、石川県金沢市本田の森ホールの、パフュームですね、対バンシリーズの中のパフューム&ライムスター対バン、ぜひ皆さん、特にこの番組に聴いているような皆さんは駆けつけていただいてくれると嬉しい限りでございます。それでは今夜のメニュー紹介いってみましょう。